ギリシア美術は、現在のギリシャ共和国を含むバルカン半島、アナトリア半島などの古代、中世のギリシア人居住地域を中心に発展した美術及び現在のギリシャ共和国の美術。単にギリシア美術といった場合は、古代ギリシア時代の美術を指すことが多い。シフノス人の宝庫の装飾古代ギリシアの哲学者たちは美術を熟練した。 洞察力と直感を用いた美的な成り行きとして定義している。そこで絶対的な美の基本は見るものをどれくらい感動させられるかという点にある。その結果、ギリシアの芸術作品は完璧な美を備えている神々の姿を取った彫刻が多い。ギリシア彫刻の発展はアルカイック期、クラシック期、ヘレニズム期に分けられる。アルカイック初期の彫刻には 両手をももに当てた直立したほぼ左右対称的な彫刻があり、エジプトの影響が見られる。これらの特徴は次第に消えていき、クラシック期、ヘレニズム期には自然主義的で動作に富む非対称的な彫刻が作られた。後期には顔の表情があまり現れなくなるが、これは当時の考えであった人間的感情を公で出すのは野蛮であるに基づくものである。 これら、古代ギリシアの美術は、ローマ美術やオリエントの美術に大きな影響を与え、また、オリエントの美術の影響も受けている。中世になると古代ギリシア文明の栄えていた地域は、東ローマ帝国の領土となり、古代ギリシアの美術に、キリスト教、オリエントの影響を受けたビザンティン美術が発展した。ビザンティン美術の高度なモザイク技術や建築、イコンなどは、 東ヨーロッパの西京圏、西欧の美術にも大きな影響を与えた。ありがとうございます。